中小企業の限界ということで、これまでこうやってやってきたんですけど、やってきてもらえますね。今日は5月12日です。一応テキストを配布します。で、中小企業の概要というものをこれからお話をしようと思います。で、課題が毎回ずっとあります。まあ、大した課題ではありませんけど、先生、5、6、7、8、9、10回ぐらいまで少しずつ内容をですね、歴史を追いながらずっと中小表現というものを皆さんに説明をしていって、こういうタイプ、こういうタイプ、こういうタイプがどういうふうに動いてきたよということを説明しようかなって思います。大体これを理解できるようになるとですね、もう何も怖くない。中小会だとこんなもんだね。分かったよ。っていうふうに皆さんに言えるようにしておきたいなと思いますね。で、去年はですね、この後にドラマに入れたんですね。でも考えてみると、やっぱりなんか小公共かなと思いまして、これ自主課題的なものも入れて、終わらせることも持っていった方がいいかなと私は思いましたので、全部中小会の展開というふうに私は持っていきたいと思います。多分、私は全部やるんですね。大体分かったよっていう、そういうふうに言われるようになるかなと思います。それで、今回使うテキストを作っていきましたので、2の主の、2の主の6、7、主の6、7。はい、それでは中身ちょっと説明しますね。ワンセットになっています。それでこれまでもですね、表紙をちょっと厚めの紙を使って、こういうブックレット形式にしたんですけど、やっぱり持ち運ぶときにギラギラ出ちゃうので、このファイルに入れる形にしました。そして、今回授業で使う配布物は全部ここに入っていますので、私の方からこれから配るものはありません。そうしないとですね、欠席したとか、なんかあのプリントもらってませんとか、あれが今まで足りなかったですとか、うるさくてしょうがない。ただ、これでもう全部配りましたので、もう皆さんには何も配りませんが、もしなくしたら、誰かにコピーさせてください。まず、こちらはですね、テキストです。大切なテキストですね。後でまたこれ説明していきます。40ページ本です。それから、これあります。これは皆さんにこれからですね、2Lサイズの作品を課題として作ってきてもらいます。その時にここカッターで黒い線をですね、カッターで自分で切ってください。そしてそうするとマットができます。マット代わりのサイズができますので、これ自宅でですね、自分が作品をこう作る時に、マットはめますよね。でマット代わりにこうして自分が描いたもののところにね、ここくり抜かれますので、こうはめ込んで様子を見る。これに使ってください。そして翌週授業の時にそれを持ってきてくれた時に、こちらでマット用意していますから、版画の時のような厚紙のマットです。それに皆さんの作品をちょっと貼り付けて、そしてここに並べてですね、皆さんに人気投票しましょうということなんですね。それに使ってください。それから、あとこれがですね、しりとり線ありますけど、2枚ずつ入っていると思います。ちょっと誰かずれてるのがあったら言ってください。この表をずれてるのが丸ってるかもしれない。では変えますね。で、これは4つに切ってください。そして毎回ですね、課題ナンバー、学生番号、氏名、とか当日の日付を入れて、左側にですね、自分が制作した中身の解説をここに書いていってください。ここにね、こう切っちゃうね。こういうふうな、このサイズになります。毎回これを作品と一緒に持ってくる。そしてここに自分でコメント書く。こういうつもりでここ、この色を使ったんですとか、なんかこういう説明をね、入れてください。で、このマスはですね、シール貼ります。人気投票の前にやりましたよね。ペタペタって貼っていきます。そういうような形で使いたいと思います。
で、大体8回分あれば十分だと思いますので、回数分も書いてあります。それからあとこれ、ちょっといい紙ですけど、あの乾燥機能です。DVD のね、講座を受けた人は分かると思うんですけど、私はこうやって話してる中身も、ふむふむと聞いてるだけだと、どこ行っちゃう、すぐ消えちゃう。で、感想を書かなきゃいけないぞということになるとですね、ちょっと前向きになってくるんです。ちょっと寝るの予想があるとかね、あのちょっと我慢してようとか、あるいはこの辺のところちょっと疑問に思っちゃったけど、っていうメモを送ってみますっていう。最後に書けばいいんですけど、毎回授業終了時5分間を使い、感想、疑問、質問を記入、提出、そして退出してください。授業終了時に提出が間に合わなかった際には、17時までに私の研究室前に提出してください。当日です。当日出してください。ということですね。で、第5週、今日です。今日も終わりの時にですね、簡単に感想、授業の感想なりですね、感じたことを記入してください。書かなくちゃならないよっていうことになると、ちょっと、ね、言えないなっていうことになりますね。そういうふうに使いたい。で、授業内容は、ここの、最初、今日でしたらね、抽象会談の概要ですね。抽象会談の概要っていうことになりますね。授業内容。で、この話に関して、今、今日話した中身について、自分なりの感想を出して書いてください。で、翌週始まりの時にこれ戻します。そしてまた次に書いてます。次回は第6週。そういう使い方です。ですから、テキスト。枠と、それから、毎回出すこの、解説記入の、それから合計4種類。4種類ですね。4種類の資料が入っているので、足りない人はいませんよね。大丈夫ですね。はい、それで皆さんに言いますが、カラーで、ね、印刷したら、ね、ちょっと、ね、インク代がかかっちゃった。ですから、来週皆さんに200円時代で持ってきます。よろしいですね。はい、そういう形でお願いします。そしたらこれから今日の中身を進めていきたいと思います。さて、テキストの最初のページにあると思いますが、ごめんなさい、最初ちょっと説明しておきます。ですね、1枚目を見てください。基礎概要の展開、概要をちょっと書いてきましたが、これちょっと力作で年表を作りました。年表ではないのかな、多分分かりやすいと思いますけども、多くの場合、もうちょっと複雑に書いてあったりするので、かえってわからないということがあります。で、大きく分けておきました。ですから、これからお話しする中身の時で、常にここに戻ってきてもらって確認をしていってもらえば、全体の流れがわかるだろうなって思っているんですね。細かな部分はまた後日説明していきますけど、とりあえず今日はですね、右側のページに出してます。5ページだから左が4ページになりますね。抽象化と抽象絵画という、今からその説明をしていきたいと思いますから、それと合わせて見ていってください。はい、抽象っていうことと、抽象化っていうことと、抽象絵画っていうこととか、まあ、同じようなものなんですけど、ちょっと違うんですね。それで、辞書を見てば分かると思いますけど、抽象っていうのは、共通する要素を抜き出すことっていうことなんですね。以前にもどこかでお話ししたかと思いますけども、例えば三角形って言われたら皆さんの頭の中に何が思い浮かぶかって言ったら、正三角形を思い浮かべる人がいるかもしれない。二等辺三角形、だから全然関係ない変な形の三角形を思い浮かべる人がいるかもしれない、ね、でも三角形っていうのはいろいろいっぱいあるけれども、皆さんの頭の中に共通して三角形という最低限の3つの頂点を持った図形であるというイメージは湧くでしょう。それが抽象なんです。共通する要素を抜き出すことっていうのが抽象のいわゆる哲学的な意味です。そしてね、
抽象化っていうのは何かっていうと、他にちょっと出してくれ。あとで出してくれ。ですね、あ、その右側見てください。抽象するとはっていうところに書いてある。抽象する、いわゆるこれは抽象化っていうことになりますけど、これは何かっていうと、もともとは括弧 ラテン語です。ラテン語の言葉から出てきますが、もともとはですね、ある対象の全構成的要素のうち、あ、もが多いかな、あるものを他の全てのものから切り離して引き出し、あるいは引き去ることである。先ほど言った共通の要素を抜き去る、それとちょっと違います、意味が違いますが、もともとの言葉は切り離し、引き出す、あるいは引き去ることであるっていう、そういうことらしいんですね。で、はい、そうしてみると、ものすごく簡単に分かりやすくしましょうって言ったときに、こういうふうに理解してください。絵画で、これから行う絵画の状況の中で抽象というものをどう考えるかといった場合には、省略、状況、単純化、これです。これが一番分かりやすい抽象の方法、抽象化です。共通の要素を生かすことっていうのはわけわからなくなっちゃうんですが、それは哲学だと思ってください。絵画の造形の中の一つの考え、全部じゃないですよ、ある一つの考え方としては、省略、除去、単純化という方法があるよと、それによって抽象化がなされるよというふうに覚えてるんだ、理解してもらって構わないと思います。で、絵画というのは一体何かというと、一番もともとの見えてる状態を言いますと、線と色と平面でできているものです。絵画というのは線と色と平面です、ね、そういう要素。そうしてみると、抽象絵画っていうのは何かというと、これの合体したものです。省略したり除去したり単純化した、そういうようなものを線と色と平面で作り上げたもの、それが抽象絵画の定義というふうに、これが最もシンプルな理解の方法じゃないのかなと思いますので、最初にここの部分を言っていきます。じゃあね、絵画っていうものは実はもともと全てが抽象化されているものだっていうことを理解してほしいんです。狩野制作、この劇画のとっても上手な人いますよね。どこでやってる、どこなのか、これはですね、とてもリアルに書いてありますけど、やっぱりこれね、線と色と、それからまあ面はちょっと色がありますけども、そういうふうに抜き出したりして、髪の毛だってね、いちいち書くといかないですから、雰囲気だけにもまとめていくわけですね。省略、除去、単純化、この方法で絵画というのは必ずこれを使わざるを得ない表現なんですね。まあ、もちろん彫刻もそうなんですけど、これ、ボッチェリですよね。ボッチェリの表現ですけれども、やっぱり人間そのもののリアルさではなくて、輪郭線を作ってしょ。輪郭線を作ってきて、あと細かな部分に省略していって、単純化をして描いているっていうのは、多かれ少なかれ抽象化されている様子が入っているわけです。抽象化することによって絵画というのが作られている。わかりやすいのはルシャですよ。ルシャのラインというのは非常に形の線を太くしてですね、そこに平面的な色をペタッと貼り付けて流し込んでいくっていう、その方法です。省略、除去、単純で、一番いい例はミシャの作品ですけども、これは具象画ですよ。これも具象画ですよ。だから具象画においたって、実はね、相当結構な抽象画というものはなされているんですよ。ところが、現代の抽象絵画っていうのは、それが極端なんだ。抽象画が極端なのを現代の抽象画というんですよ、ということですね。皆さんこれまでね、構成で試験を受けてきた人は平面構成っていうのだったと思います。ただ話を聞いてみると、受験予備校で行っている平面構成っていうものは、もうちょっとこう、なんていうの、本来の目的とは違うところで、活動するようになっちゃってるところがある、そういうふうに聞きますけども、まあ皆さんね、こんな感じで平面構成をやるというのは、なんとなくイメージがあると思うんです。何をやってるのか、これは元々の建物の写真ですね。
そういうもこういう形で、ちょっと極端に作ってるとかあれですけど、ドアとか窓とかをスケール的に配置をして、そして色を平面的にはめ込んでいって、平面補正してるわけですね。これはそれのメガポジです。全部色を色相をひっくり返したものですね。これはもう少し全体を上に上げたりなんか、ここも点にも直線とラインだけで作りましょうという形にしていく、そういう方法ですね。したがって平面構成というのは、相当抽象化をする作業であるということが、皆さんの経験の中にもあると思う。単純化ですね。省略という単純化です。で、これどうこれどうでしょう。よしよし。はい、こいつはですね、例えば150ぐらいの大きさにわーっと書いたものが額縁に入って飾られてたら抽象化だ。皆さん思うと思います。水ぼかしなんかでもなんとなくこんな感じにボワーっとなったりしますよね。でもこれはね、こちらの平面構成をですね、フォトショップでふわっとこうぼかしを入れちゃっただけの話なわけですよ。そしたらこれはもう完全な抽象画になっちゃいます。形と線が出てないです。色面だけです。こういう省略の仕方をしているですね。抽象っていうのも分かりやすく言えば省略、除去、単純化、それによって作り上げることができるものなんですよっていうね。これが抽象化だと思っても間違いではないだろうと思います。世界で最も大屈な抽象画、大屈な絵画というのがこれですね。プロの制度、このアレリッチというロシアの作品ですね。でもこれね、100年前ですよ。100年前にですね、もっと小さいですけど、こういう白いキャンバスが真ん中にマスキングしてですね、黒い双葉を描いただけます。これちょっとミスです。でも真っ黒です。でもないですね。世界で最も大屈な絵画、マレーヴィッチの作品です。しかしこれはですね、先ほど言いました、省略、除去、単純化、世界のモチーフの、世界に見えているモチーフの全てのものを省略、除去、単純化しちゃった結果、最も進んだ抽象画と言われてるんです。行き着くとこまで行っちゃった抽象画っていうのがこれだよと。で、マレーヴィッチはですね、黒の正方形、書きましたけど、白地の中の白の正方形っていうのを書いてるんですよ。イメージできますか？闇夜のカラスっていうのがありますね。それから雪原、雪の中のウサギっていうのと同じような感じで、白いキャンバスの中に白い正方形を書くということもやってます。非常に見えないんですけど、白いのに。こんなものなんだよって。つまんないよね。理屈で作ってるんですか？理屈で作ってる。ただし、これはですね、いつだったっけな、2008年に、このマレーヴィッチが書いた作品がですね、ニューヨークで59億円の高額落札。この間ですね、59億円で売れちゃった。これですね。これも大丈夫って書きませんよ、もちろん。ただ、美術史的な価値があるからなんですけどね。まあ、こういう作品もありますけれども、省略、除去、単純化、そういうようなことと、多少まあ方法は違いますけど、